世界大戦にドイツで研究、開発された多薬室法である。V3 の名称の由来は、報復兵器第3号にある。この法の方針は150メートルにも及ぶ、長方針であり、方針側面には合計28個の薬室が取り付けられた。この薬室は方針に対して、枝状に高体格が設けられている。計画名から V35 センチ高圧ポンプ砲の通称でも、 呼ばれるが、ポンプを利用した家宝ではない。本法は、シュタールベル家社のコンダー博士により考案され、フランス沿岸から直接ロンドンを砲撃できる、長距離砲として研究されていた。1943年初期に、当時軍事大臣であったアルベルト・シュペエアを介して、ヒトラーに提案がなされ、開発に至った。この時の博士による提案は、砲弾となる15センチ 性能策薬ロケット弾の発射に際し、150メートルに及ぶ方針側面に等間隔に合計28個の薬室を設置し、この薬室内の創薬が電気添加により次々に燃焼。その時に得られる高圧ガスにより、砲弾の発射速度を徐々に上げ、ロンドンまでの直線距離である152キロメートルまで砲弾を飛ばすといった内容であった。 この提案に強い関心を持ったヒトラーは、フランス、カレー地方に、この長距離砲50問の建造を命令した。ポンプの開発計画に偽装するため、プロジェクト名は、ホチドルックパンプとされた。他にも、フライセージズリションのコードネームも用いられた。完成後は、多数の薬室が並ぶ形状から、タオゼンドファスラーというあだ名で呼ばれた。 1943年の夏頃からロンドンに最も近いフランスのカレー地方とマルキスミモイエーク地方に発射場であるミモイエーク要塞の工事が開始された。その一方、法自体はドイツ国内にある陸軍ヒラースレーベン砲撃実験場にて、コンダー博士の指導のもと極秘に開発が進められ、この施策法は別にバルト海に面するミシュドロイ方面にも設置。 1943年末には、専門の砲兵大隊の訓練が開始された。しかし、試作法の開発には、多くの課題が残り、至難を極めた。弾道工学上からの砲弾形状の研究や、砲弾加速の際の側面薬質の電気、点火タイミングの計算、発射時の高圧ガスのガス漏れ補正など多くの課題が、残されていた。後に、 電気点火タイミングと砲弾が通過する際のガス漏れ補正は砲弾底部に円筒形のガスシールを装着することで解決し、試作法の発射実験では従来の計画通り方向初速で毎秒1880メートルを達成することができた。ところが発射時の高圧に方針自体が耐えられず破損する問題が新たに浮上した。それでもなお開発は続行され、 1944年の5月に新砲弾が開発されると死者実験では毎秒1600メートルを記録した。最大射程も88キロメートルに伸びたが発射時の方針破損は相変わらず続き改良も含めついに次期死者実験は7月まで延期となった。戦局は徐々にドイツにとって不利となった。イギリス空軍は1940年の ドイツ空軍との制空権争いに勝利しており、以降、制空権は連合軍が優勢となった。結果、1943年のフランス各地ではイギリス空軍による空襲が多発した。そして、1944年に入ると、イギリス空軍の第617飛行隊に配備されているランカスター爆撃機により、ミモイエークにある地下工場も、 V1 飛行爆弾基地などと同様に、トールボーイ地震爆弾などで徹底的に破壊されてしまった。かろうじて東側の砲台は生き残るが、その後の連合軍によるノルマンディ上陸作戦によるフランスからのドイツ軍撤退により、V3 によるロンドン砲撃はもはや不可能となった。さらに、ヒトラー自身の関心も V2 ロケットなどの長距離、弾道弾などに移行し、 ついに V3 によるロンドン砲撃計画は中止となった。新砲弾、新方針、新作薬など開発が成功していたにもかかわらず、V3 は結局実戦配備に間に合わなかった。この一連の開発に対して、後に陸軍兵器局とコンダー博士により責任のなすり合いが起こる始末であった。その後、新衛隊経済管理本部に所属していた。 ハンス・カムラー親衛隊少将はこの法に注目し、ロケット部門の専門家であるバルター・ドルンベルガー、少将,将に対し実用化を要請。その結果、1944年12月には、単方新型の高圧砲が開発されている。この法は、ドイツ軍による最後の攻勢作戦、バルジの戦いで1944年から1945年の冬まで2門が使用され、 ドイツ軍撤退後に共に爆破されたとされる。ラントバトルシップス、エヴァーヒアオブザブイマイナス3スーパーガン、ビッグアーキレリー、ソユードントゴーブローク。ありがとうございます。